Thank you.
レギュラーがちゃんと4分22秒にまとめてみますのでお楽しみいただきました。今日はね、2020年の上半期チャートやっておりますので、レギュラーの方はこうやって、ちょっと短縮バージョン、ちょっと大きいの、だいぶ短縮バージョンですね。4分22秒でお楽しみいただきました。というわけで、レギュラーのチャート、今週のニューエントリーは18、今月の合格ヘビーローテーションナンバー、ソラネフィーチャリング4期のマイクミ。14位、宇多田ヒカルの最新配信シングル、誰にも言わない。12位、スミカのトワイライトの3曲でした。大きなチャートアクションとしましては、先週から10ランクを上げました7位、高等バリアとアメージングレース、そして、藤井風の銀がないからもう7つ順位を上げて、今週5位ですね。そして1位は、これで4週連続1位となりました、デビュー会、僕のバニーです。アクセス3回送料でございますけども、FM802 では、毎月ゾロ目となる11日と22日をバニーの日として、この曲を特別におかわりオンエアいたします。11月30日のレンタル期間終了まで実施いたしますので、ぜひ楽しんでください。もちろん J1 トップ18チャートにしている間はこの番組でオンエアしますので、ぜひリクエストしてください。というわけで6月13日付のウィークリーの J1 トップ18をご紹介しました。それでは2020年の上半期チャートカウントダウンに戻りましょう。続いては14位です。
どこかで皆さんにお届けするよう待っててねという楽しみになっていきましょう。アイコ青空ダニエルティーチャーズ13位でした。そして今年上半期の12位は星野源です。セイクセイクフィーチャリングスーパーオーガニズム。
2020年上半期ジャート